もう大学生とこう2ヶ月か3ヶ月間ぐらいこう考える中で、はい。死生観はい。をこうシンキングっていう言葉にこう言い換えてですね、まあ、造語を作って、はい。いろんなこう体験をする中で、この死生観について考えるっていうイベントを行いました。渡せなかったラブレターっていうはい。テーマで、人のラブレターを覗くっていうテーマ、体験があったんですね。それはリアルなものですか？リアルのです。はい。実際に下駄箱を買ってきてですね、そこに靴入れて、本当にラブレターがあるような感じにはい。展示がしてあって、まあ、そのはい。一つ一つに、要は、亡くなったとか、要はい。は、別れてしまって渡せなくなったラブレターのことが書いてあるんですよ。はい。で、それって急に亡くなって、本当は好きだったけど伝えられなかったとか、はい。親が、こう、出発前に声かけたけど、忙しくて、おはようも返せなくて、行ったらはそれが最後だったみたいな。い。で、そういうのを見ながら結構学生の方もこう涙したりとか考えたりしてるんですけど、はい。はい。はい。で、僕らはそこまでしかやってないんですね、この体験は。受でけも、取りはもう本人ですね、じゃあ。そうです。なんで、受け取った時にもうぐるぐる多分シンキングしてると僕は思ってて、自分の大事な人ももしかしたら、今日伝えなかったら、明日本当に生きてるんだろうかとか、どっか行っちゃうんじゃないんだろうか、みたいなことに考えるっていうことが、まあ、何かの決断をこう促してくれたりだとか、立ち止まるっていうきっかけになるんじゃないかなということで、例えばそういう体験をしてもらうっていうことですね。はい。